ている女性の方が性欲が強く、皮膚科の方の方が妊娠結婚率高いんです。へえ、あ、そうなんだ。今回は医者が解説、性行為と睡眠の意外な関係について、どちらもベッドの上で行うっていう共通点を持つ睡眠と性行為なんですけれども、はい、それが密接な関係にあるっていうことを僕が解説したいと思います、はい。まあ、結論から言いますと、はい、睡眠をよくとっている女性の方が性欲が強く、行為、はい、中の興奮の度合いも強いっていうことが分かったっていうことなんですよ、はいはいはい。良質な睡眠っていうのは良質な性行為につながるという、そういうことを提唱していきたいなと。これどうですか、まあ、こっちゃん的にはそういう感覚ってあります、はい。いやー、なんか実感っていうのは特にあんまり感じたことはないですけど、はい、でも女性ってやっぱり安心してる方が子供を作ろうっていう気になるっていうじゃないですか、はいはいはい、なるほど。男性側の話だと思ったんですよ、最初タイトルコールしてる時に。あれでもそうなのかななんて思っちゃって。あ、その時バッと聞いた時はね、はい、聞いた時あれ男性ってでもちょっと危機的状況の方がこう無理出すんじゃないかなとか思っちゃって、でも女性って聞いて、あ、確かにそれは謎が全て解けたと、そういうことかもしれないっていう、それを実際解説してくださいね、そうなんですよ、はい。まあ、ほとんど解説も終わりなんですけど、本当ですか。あのフロリダ大学のこの性行為の教育者の研究者、はい、ローリー・ミンツさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、まあ、その人が大学生の女性っていうのをこう対象にした、うん、まあ、最近の研究において、うん、まあ、長時間眠った女性っていうのは翌日にこう性行為に対する関心が高くなるっていうような研究結果が分かって、1時間長く眠るだけで翌日に性行為に及ぶ確率が 14% 増えるっていう。そうなんですね。だいぶじゃないですか、1時間ぐっすり眠るだけで 14% 増えるってことは、だから、まあ、つまり男性からすると性行為したかったら寝かせた方がいいっていう、前日とかに、そっちの方がことに及べる可能性が高くなるっていうことですね、じゃあ自分がこうしたいからみたいな感じで、夜遅いけどみたいなっていうよりは、はいはい、じゃあ一緒にゆっくり寝ようまず一旦寝かせた方がめっちゃいいですね、それ。カレーとかと一緒ってことですね、一旦寝かせた方がうまいってことなんです、はい。まあ、でもやっぱ 14% 上がるっていう研究結果もやってるぐらいですから、まあ、寝た方がいいっていう、これなんでかっていうと、あの睡眠不足になると、まあ、男女問わず一応性欲の減退とか性機能の低下っていうのを招くらしいんですけど、まあ、これ重要な役割を果たすのが男性ホルモンのテストステロン、はい。睡眠不足になるとテストステロンの分泌量っていうのが下がるっていうのが、はい、まあ、ブレインリサーチっていう学術誌で発表されていて、やっぱりテストステロンっていうのは男性女性問わず性欲につながったりするので、でテストステロンって男性だけじゃなくて、まあ、女性もあの少量ですけど出てはいるの で睡眠不足になってテストステロンの量が下がると性欲が下がるっていう、そういうホルモンバランスなところで性欲につながってるっていう感じですね、うんうんうん。でもちろんそのテストステロンっていうのが減ると皮下脂肪が増えてしまったりとか、気分が落ち込んでしまうとか、頭が働かないとか、まあ、男性で言えばこう勃起障害とかでもつながる可能性はあるので、はい、まあ、男性も女性も睡眠っていうのは大事だなっていうことですね、うん。で女性の場合は特にもともとが少量だからテストステロンが、はいはい、で睡眠不足によってテストステロンの分泌が下がると、まあ、男性は元が、まあ、あの女性に比べて量が多いから、うん、まあ、相対的にちょっと減っても大丈夫だけど、女性の場合はそれこそ相対的に減ると、まあ、分泌量がほんと少なくなってしまうから、うん、よりこう性欲が落ちてしまうというか、うん、なるほど、っていう、まあ、ことなんじゃないかなという感じですね、うん。でもなんか俺のイメージだと、それこそでも睡眠欲が満たされると、睡眠とか食欲満たされると性欲も満たされるっていう、あ、なんかイメージがある。男性だからかな、やっぱりですかね。なんか女性はなんかこう3つの欲求のうち2つが満たされると、なんか痩せたい人は物欲と性欲を満たす、へー、と食欲が減退していく、ね、減退っていうか食欲満たしたいってなくなる。あ、そうかそうか。性欲を抑えたい人は食欲と物欲を高める。なるほど、物欲も混ざってくるんだね、そこで。睡眠欲かもね、食欲と睡眠かな。あれ、でもなんかありそう、物欲も、なんか三大欲求、うん、なんかそんな感じだった気がします。確かに確かに、こうストレス発散の時にこうマスターベーションっていうようなところもあるし、すごいお金使うみたいな、うんうん、そういうのもなんか感覚的には分かるかもしれない、うんうん。
ちなみに、まあ、男性も睡眠不足によって性欲が低下するっていう研究結果っていうのは結構あるみたいで、これもあの睡眠時無呼吸症候群、例えば、まあ、肥満の方で喉が閉塞してしまってあまり呼吸がしづらいとか、あとはもう骨格的な作りでなかなか呼吸が止まってしまうみたいな人とかでも勃起不全とか性機能の低下っていうのがあるらしいんで、そう考えると本当睡眠って大事だなっていう、うん、で無呼吸って結構その生活習慣病にもつながるし、うん、でもこういう性的な本当にそれこそその性の方の生活みたいなの生活習慣病にも関わるんじゃないかなっていう、うん、ちょっとそれ思いましたね。これやってて、まあ、こんなにその勃起障害とか性機能の低下とか性欲にもつながるんだっていう。いや埼玉ねクリニックとかで結構来るんですよ、呼吸の人とかって、はいはいはい、呼吸器内科だから、うんうんうん、結構来るんで、ああそういうこともあるからちょっとより進めた方が、うん、というか改善した方がいいなっていう感じがしました、うんうん、まあ、睡眠欲求とか、まあ、女性が安心した方が多分性的欲求が上がるっていうのが、はいはいはい、につながってるか分かんないんですけど、うんうん、なんか私の働いている職場が美容なんですけど、皮膚科と外科で分かれてたんですけど、はいはいはい、外科めちゃくちゃ忙しくて、うんうん、まあ、皮膚科も忙しいんですけど、うんうん、他の方がこうちょっと穏やかな性格というかゆったりしてる方が多いというか、はいはいはい、多分接客的に多分そういう感じになってくると思うんですよね。外科は本当にもうどんどんスピード勝負スピード勝負、はいはいはい、先生の言うことを聞いてこうわーみたいな、はい、すごいカツカツしてるんですけど、あの皮膚科で働いてる人はなんか多分自分に与えられた時間の中でこうよくしていこうみたいな、はい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 、結構ゆったりと働けてるというか、看護師さんかね、はい、って考えた時に、うん、皮膚科の方の方が妊娠結婚率高いんです。へえ、あ、そうなんだ。高かったですよ、うちの国は。睡眠取れてそうな方はどっちかっていうと皮膚科の方、身体的に疲れてるのが外科で、はいはいはい、身体的にそこまでこう疲れないというか、うん、なんとなくイメージ、肉体的労働がちょっと少ないっていうのが皮膚科なので、はいはいはい、良質な睡眠ってなると、うん、こう皮膚科とかの方かなって考えた時、確かにこっち皮膚科さんの方がなんか妊娠してる方を、うん、ちゃんとこういるなっていう感じでした、ね、はい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 、なるほど、うん、そう考えると確かにこうこれのも納得できるような感じではあるね、はい、感覚的には、うんうん、ちょっとじゃあ最後に僕のあるあるというか、はい、久しぶりですね、まあ、睡眠と性行為に関する僕のあるあるをちょっと一個だけ言っていいですか、はい、ミュージックスタート。ワン、ツー、スリー、フォー。ヘイヘイドクター、ヘイドクター。性行為中に寝て怒られたことある。性行為中に寝てしまって怒られたことがあるっていう、自分がされてる顔の時に前戯みたいなのを、あ、その時にちょっと酔っ払いすぎて寝てしまってめっちゃ怒られたことがあります。そういう時、息子さんは元気なんですか？あのね、元気なんだよ、これが不思議と。ということで、このチャンネルが良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。コメントもぜひお願いします。ということで、また次回、せーの、シュッ。